勝寺初代のお坊様、石翼和尚物語。1345年、石翼和尚さんは伊集院で伊集院忠邦さんの11番目の子として生まれます。幼い頃から勉強が大好き。7番目のお兄さん、南中さんと一緒に2人ともお坊さんになるため、京都の南禅寺というお寺で修行しました。お父さん、僕たちは一生懸命修行して立派なお坊さんになります。よし、2人とも世のため、人のために頑張るのだぞ。はい、わかりました。行ってまいります。16歳で南禅寺の毛山和尚さんの弟子となり、17歳の時、正式なお坊さんとなります。そして丹後の天の橋立で修行している時のことでした。月のきれいな夜に文殊菩薩様が現れました。そなたに福玉を授けるぞ。この福玉で苦しむ人々を救うのじゃ。文殊菩薩様、ありがたいお言葉。私の求めるところは菩提の心です。この世の名誉やお金はいりません、と答えました。すると文殊菩薩様は、よし、わかった、寺にて時を待て、と言われたそうです。そしてその後、京都の通元禅師より石翼新寮のお名前をいただき、一人の立派なお坊様になられたのです。和尚さんは1384年41歳になると、ふるさとの薩摩へ戻り、禅の教えを広めることにします。薩摩へ急いで帰っていましたが、途中山口県の長門というところでとっぷりと日が暮れてしまいました。ちょっと村のお方、この辺りに泊まれるお堂など知りませぬか。これはこれはお坊様、あることはありますが、妖怪が出ると言われていますから、私らは決して近づきませんよ。それは面白い。それならそこに泊まってみましょう。夜になりました。たちまちあたりの雰囲気は怪しくなって、村人たちの言う通り、一人の若く美しい女の幽霊が出てきたのです。女の幽霊は2匹の怖い鬼にいじめられています。えい、あっちへ行け女。やめてください。お前はもうこの世にはいないんだぞ。えい、えい、い、痛い、もうやめて。誰か助けて。なんとかわいそうな。朝になりました。和尚様、おはようございます。いや、おはよう。さて、昨夜は何事もなかったでしょうか。いやはや、そなた方の言う通りじゃ。実にかわいそうで、哀れな若い女の幽霊が鬼たちにいじめられておった。やっぱり、実はそのお方、この地の国主、大内義弘氏の娘さんでございます。ずいぶん若くで亡くなられました。お気の毒でした。名前を明円さんと言いまして、供養が足りないのでございましょう。成仏できずに未だ誘拐をさまよっておられるのです。なるほど、そうであったか。和尚はすぐさま大内義弘氏を訪ねます。大内殿、ゆうべ娘さんの哀れなお姿をこの目で見させていただきました。
このままでは娘様はなかなかお浄土へ行くことはできますまい。何？ちゃんと供養はしておるが、しかし我が愛しい娘のこと、この目でしかと確認させてくれまいか。和尚と大内氏は二人で夜が更けるのを待ちます。するとやはり夜中に二匹の鬼と若く美しい女の幽霊が出たのです。なんと娘よ、哀れな姿になりよって、おーおー、大内義弘氏は嘆き悲しみました。大切な大切な我が娘のこの姿、和尚殿、何としてでも娘を成仏させてくれまいか。頼みますぞ。承知いたしました。和尚は心を込めて供養を始めます。仏説まかはんにゃはらみた信行、ギャーテギャーテハラギャーテ。なんとありがたいお経。和尚様、ようやくこれでお浄土へ行くことができます。ありがとうございます。娘は礼を言うとスーッと空へ消えていきました。愛しい娘よ、さらばじゃ。父もそのうちそちらへ行くぞ。待っててくれ。気をつけて行くのだぞ。和尚の徳にすっかり驚いた大内氏。和尚殿、礼を言うぞ。ありがたくもったいない。ぜひそなたに何か礼をせねばなるまい。そうじゃ、和尚殿、ここ長門の地に寺を建て、妙円の菩提を弔ってはもらえぬか。殿様、かたじけない、もったいないお言葉。しかし私は一刻も早く薩摩に戻って禅の教えを広めねばなりません。無理でございます。そうか、であったの。それならいっそそちら薩摩の地に寺を建てさせていただこう。大内義弘氏は二重院の地に娘さんの戒名より名前を妙円寺として寺を建てたのです。たくさんの寄付をされ、大工さんも70人余り山口県獣医へと派遣してくださったと言われています。これが妙円寺の始まりです。さて、和尚さんは1385年日吉の折口に無事帰り着きました。和尚さんが船から降りた場所なので折口と名付けられたと言われています。それから吹上町妙通寺、日吉町新古院、松本町直林寺などを創建します。和尚さん43歳の時、日吉の義年に新古院を建て、毎日座禅の修行をしてらっしゃいました。ある日のこと、いつものように和尚が座禅をしていますと、隣にそれはそれは美しい女の人が座禅を組んでいます。あそこにまこてきれいなおなごん人が座っちょっか。誰か知っちょっけ。いや知らんど。じゃっとんこのところ毎日やってきては座禅を組んじょっか。
怪しくなかか？おいも怪しいと思っちょった。今夜後をつけみか。じゃっとじゃっと。村人たちは女の正体を見極めようと密かに女の帰りを待ち伏せています。おい見てみや、あっちの洞窟の方に歩いていっちょっと。よし来た、いっどいっど。女が大蛇に変わった。大蛇はさーっと空をめがけて飛んでいき、とうとう奥田島の神社に泊まりました。女の正体は奥田島の神様だったんです。神様までも石尾交渉のお得を慕って共に修行をされたのですね。和尚が新古院で修行されていたその頃は、薩摩は南北朝から戦国時代に入っています。明けても暮れても戦ばかりの日々。田んぼや畑も荒らされ、村人は疲れて生きる気力さえ失っていました。和尚さん、あたいなんだもう腹ペコで化身をあっか。年寄りも子供も食べ物が中でがっつり弱っていっか。和尚さん助けくいやんせ。村にはお米もなくなってしまったがな。困ったぞ。そうじゃ、いい考えがある。みんな落ち棒を拾うんじゃ。落ち棒、落ち墓地、収穫をした後にこぼれちょ、あの稲や麦の落ち棒ことな。そうそう、それじゃよ。落ち棒ならたくさん落ちとる。それを拾って集め、もみを粉にして、餅をついて、醤油をかけて焼いて、団子を作ろう。なんちな団子な。おいしそうやな。さあみんなで団子作りじゃ。和尚はみんなを励まし、力を合わせてたくさんのお団子を作りました。ほーら、おいしそうな団子の出来上がりじゃ。わー、できたできたできたぞ。まこてうまかもんじゃ。こげんうまかだんごははじめっちゃがな。村の人たちも大喜び。子供も年寄りも、お城のお殿様やお姫様までもお団子を食べて元気を取り戻したのです。和尚はこのお団子を新古院で作ったので新古団子と名付け、今の新古団子の始まりと言われています。そして1394年和尚51歳の時、そのお徳を7代当主島津元久氏に認められ、福生寺の初代住職となったのです。福生寺は島津家菩提のために建てられ、お殿様やお姫様、またゆかりの方々も眠っておられます。かつては大伽藍を備え、一番盛んな頃は1500人ものお坊様方がここ福生寺で修行をされていました。まさに薩摩の信仰の中心地だったんですね。石尾豪商は福生寺のほかにも30以上のお寺を改装されたそうです。そして和尚79歳の時、京都の養卓寺でお世話になった通言禅師の33回忌を営みます。
私はこの世にご縁をいただき、今日まで生きてきました。私の大きな仕事である通言禅師の33回忌を無事に終えました。もうこの世に思い残すことはありません。石尾豪商は法要に集まった大勢の皆の前でこうおっしゃると、座禅を組み、そのままのお姿でお浄土へ旅立たれたと伝えられています。同じ時代に生きた人々の心に寄り添い、仏様の教えを広められた素晴らしい石尾区和尚様、私たちもいつまでも忘れずにいたいものです。皆さんも新子団子を食べたら、和尚さんのことを思い出してくださいね。これで石尾豪商さん